吉田さんお疲れ様です、えー、東京の環境にいたらもしかしたらダメになったかもしれないって判断はまあ私も思わないでもないんですけども逆にですねその体験を十分してない立場からするともしかしたら今よりも見えてるものあったかなとか今よりももっとね、えー、別の素晴らしい人生があったんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよ。そ、まあ、そもそも私根底ににあるるのがあの環境に左右される 程程度度ででは、まあ、その程度にしかかなななならないいんんじゃないかなと思うんですよよく言いますけども人っていうのは仕事を変えたり環境を変えたり人間関係を変えたり住まいを変えたりまあ住まいを変えると環境を変えるって一緒のようなもんですけどもこういうことを変えると人生が変わるって言いますけども果たしてそうかなって私は思うんですよまあそういう人もいるでしょうけどもつまりは自分のうまくいかないこととか自分の行動ができないのを 周りの環境のせい。いや、自分はサラリーマンなんで時間がないんですよ。とかね。いや、自分は主婦なんでどうこうこうですよ。みたいなことを言うように、自分ができないことを結局は環境のせいにしているとかね。それから人間関係のせいにしているとかね。うん、誰々の影響を受けて自分は押さえつけられてるんですとかね。うん。まあ、そういうふうになっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ私はね、その、環境を変えなくてもできるのは最高だと思うんですよ。例えば、麻雀店をやりながら、 金稼いじゃったみたいなね。副業を成功しちゃったみたいなね。そういう人もいることはいるんですけども、なんか今の環境にいる限りは大きく変われないっていう思い込みをまずは捨てないといけないんじゃないかなと思うんですよ。つまりは問題はいつも内側にあることであって、外側にばっかり問題を求める。その最たるものが環境が悪いからっていうね。この人と付き合ってるから自分はこうなんだみたいなね。そんなことだと思います。ただ、ただですね、付き合う人によって自分が投与されるってのも全く排除できないことじゃないんで、 うん、まあそうですね。人によるところもあるし、時期によるところもあるし、期間によるところもあるかなってところかなと思いますね。今回の私が言いたいのは、あの、環境を自分で作り出す覚悟があるかないかっていうのが、第一歩なのかなと思うんですよ。今の環境が悪いとかね、サラリーマンをしていて時間がないとかね、自分には今やることがあるから、思いっきりネットビジネスに取り組めないとかっていうんだったら、まずはね、その、 ネットビジネスをやるべき環境を自分ためにはマージャン店なんてやってることはできない社員とか抱えてたら面倒だと思ってねそれを捨てることができるかどうかまずその環境を整備する度胸があるかないかっていうのがビジネスの第一歩と言えるんじゃないかなと思うんですよもちろんその環境が邪魔でも何でもないっていう風なねエネルギーがある人は何にも変えずにビジネスだけ成功するってこともできますけどね でえっ、ー、とプラスアルファでちょっとおまけなんですけどもこれね私もよく考えるんですけどもねもし仮にっていうことは人生はないんですよねでよくね人生が変わったって言いますけど変わってないんですよ人生は一通りしか生きられないんで仮にそうだったらっていう想定のもとあの時に自分は変わったとか言っちゃうわけなんですけどもそのドラマティックなことってあんまり人生に起きないと私はいつも思ってるんですよねなるべくしてなってるんだろうなとうーんだから 誰々に影響を受けてこうなったとかね。誰々のおかげでこうなったっていうのは、表現としてはとってもね、信頼を感じさせるいい言葉なんですけども、果たしてそんな出会いで左右されるような人生をお前は送っていたのかっていうふうなね、そういうふうなメッセージもあるわけなんですよ。これは小学校に小学校の頃に読んだ小説の影響があってね、小説のタイトルを忘れたんですけども、人に左右される人生を送るなっていう言葉が衝撃的にその中にあってですね。その続きにあったのは、 今書いているこの文章に影響を受けて自分の人生が決まるほどお前の人生は安っぽくないはずだって書いてあるんですよ。で、その言葉そのものに私影響を受けてるんですよね。<laughs> 安っぽいということでございました。いってらっしゃい。